ただきます。ツッピン、そう、毎日毎日そうなんだよ。毎日ありがとう。今日ね、歯医者行ったんだけどね、もうね、本当にもう眠たくて眠たくてね、マジでめっちゃ眠たかったんですよ。で、歯医者って寝る条件が揃ってるじゃないですか。なんかこうやって横になってるし、目もつぶるじゃないですか。だからさ、もう本当に寝る条件が揃ってるからさ、もう耐えられなくってさ、なんかこう眠いから体を起こしとこうとかできないじゃないですか。歯医者さんはもう寝に行ってるみたいなもんだから。めっちゃね、寝ちゃったんですよ今日。矯正の歯医者だいたい1時間、今日1時間以上あったの、1時間15分ぐらいあったんですけど、寝てる間に終わった。マジ体感10分ぐらいだったよ、途中で起きたんだけど。でね、めっちゃね、もう歯医者、あのお医者さんが、あのめっちゃ口開けてくださいって、めっちゃね、ほんと何回も開けてください、開けてくださいってね、マジで開けてくださいって言葉をね、本当にめっちゃ聞いたんよ。その度にさ、こうはいないなってなって、開けてくださいって。でなんかお医者さんが、いいですか、今から10秒開けといてくださいねみたいな感じで、もうね、本当になんか秒数指定までされて、私がすぐに、その開けたのすぐにまた寝て閉じるから、今から10秒は開けといてくださいねみたいな言われて、ってなって、そう、大変でした。ありがとうございます。本当にね、今日はなんか心なしか歯科衛生士さんもちょっとため息が出てた気がして、マジで申し訳なさすぎて、ごめんなさい、眠いと思って、ちょっとね、眠い時に歯医者さん行っちゃダメなんですけど、もう眠くてしょうがなかった。やばかった。でもね、なんかそのせいなのか分かんないんですけど、今日はいつもいっぱい起こしてうがいしてくださいって言われるのに、今日あんまりうがいしてくださいって言われなくってね、もうずっとね、なんかあの口をさ開ける器具みたいなのずっとさ、もう入れられっぱなしでさ、口がカピカピになるぐらいね、もうね、ずっとなんか多分私が寝るから、もう今日はうがいはねあんまなくって、マウスピース、そう、マウスピース矯正やってますよ。ありがとう。そう、でもなんかもう途中でなんか歯にね、なんかいろいろ器具つけてるの、まあ、見えないんですけど、全然こっからはなんか裏とか表もなんかちょっと透明のつけてて、それをねまたねつけてもらってたんですよ。それがなんか苦くて、そのつけるなんか液体みたいなのがすごい苦くって、何かが私ね、苦さで目が覚めたんですよね、途中で。なんか苦っと思って、口味なんか苦い味で目が覚めたんです。でもそのもうお医者さんは、私が寝るから、あまりもううがいもね矯正そんなしなかったんですよ。で、苦すぎて、もう早くうがいしたすぎて、苦いと思ったんですけど、お医者さんはずっとこう言ってて、で、じゃあちょっと待っててくださいねって言われて、どっか行っちゃったんですけど、私、口の器具こうやって、開けてるやつだな、入れたまんま、こう、もう倒れたまんま、待つ羽目になって、うがいも全然できなくって、私がね、寝るからね、まあ。そのままどっか行っちゃって、もう戻ってきたらすぐに、うがいしていいですかって、もう苦くて苦くて目が覚めました。お仕置き、私が寝るから、
もうね、今日はねちょっと大変だったんですよ。もう本当にごめんなさい歯医者さん。もう反省しました。次からはいっぱい寝ていきます。寝てないわけじゃないんだけどね。出勤さんありがとうございます。中村舞に、なんか歯医者さんの用語難しくてさ、なんかめっちゃ説明してくれるんよ。矯正の今あなたの前歯がこうなってて、下の歯がこうなってて、噛み合わせがこうでこうでこうなんですよ、なんで今はこういう治療してますっていうのに全部言ってくれるんですけど、なんか奥歯が伸びてきましたねみたいな言われて、伸びてきたみたいな、奥歯が伸びてきたみたいな、私も聞き返して歯伸びたみたいな感じで、でいやだ、なんか伸びるっていうのはなんか別に多分あの本当に歯が生えてきたみたいな伸びるっていう意味じゃないっぽいんだけど、歯医者さんのなんか言うその単語がむずくてどういう意味、なんか多分噛み合わせによってなんか高さが変わったりするのかな、歯の、なんか難しいんだけど、私聞き返してもでも理解できなかったんだよね、あんまり。ああ、って分かったように聞いたけど、いや親知らずじゃない、確かに親知らずは生えてるんですけど。ありがとう、結婚してありがとう、ドルマもありがとうございます。歯が伸びました。次の歯医者は50日後ですって言われました。それでは次の歯医者は50日後です。結構開くの。そうなの、良いお年をって言った、え言ってない、忘れとったわ、言うの。ありがとうございます。今ねマウスピースを10日間で10日間で1個使い切るっていう矯正やってるんですよ。だから今マウスピースを5個持ってて、で自分で1個目のマウスピース10日間全部使って、でそしたら次2個目のマウスピースをはめるんですよ。そしたらその2個目のマウスピースはまた全部形が違うんですけど、どんどんそれで自分でその50日間で5個のマウスピースを使って歯を全部自分で動かしていくっていうね。そうなんで一気にマウスピースをもらって自分で10日間ずつこう付け替えて、そうやるんですよ。そう段階があるの、めっちゃちょっとずつなんだけど、ちょっとずつちょっとずつ動いていく。そうなの、使い捨てっていうか、終わったら歯医者さんに持っていく。ありがとう。そうなの。でもこの歯医者さんばっかり話したらちょっとタワーのお礼をする時間がなくなるんですけど、したいと思います。ごめん。したいと思います。お姉ちゃんがね書いてくれたんですよ。なんでちょっとお姉ちゃんの誕生日にくださった方はお姉ちゃんの絵が入ってます。で私あのそれ以外の日では私が描いた絵です。すいませんね、ありがとうございます。今日もありがとうございます。そうしかもお姉ちゃん絵が上手くってちょっと私心が苦しくなりました。それでは
じゃあお呼び出ししたいと思います。まずはミッキーさん、ありがとうございます。じゃあまずお姉ちゃんが書いてくれたんですけど、なんかしかもなんか色付きなんですよね、クッキーだってミッキーさんありがとうございます。姉貴の絵うまいよ、ありがとうございます。かけてるんだろうね、ミッキー、クッキー、ありがとう。お姉ちゃん呼びたい。お姉ちゃん起きてないかな、ちょっと待って、お姉ちゃん呼んでこよう。お姉ちゃん起きてないかな、ちょっとなかったらごめんなさい。ねえねえ、起きてる？来てくれました、ミッキーさん。これはかけたんですか、クッキーと。違う違うらしいなんでありがとうございます。なんでクッキー書いたんじゃ。え、名前、あ、ミッキーとクッキーかけとるんじゃろ。違う、その人っぽい絵で、うん、そうなん、その人っぽい絵らしい。違う、え、名前しか知らんけん。まあそうよね、ありがとうございます。続きまして、ミユラッチさん、これはラッコの絵ですね、めっちゃ可愛い、絵のタッチが違うって。三浦っ子らしい、かわいい、うまいわ、うまいだって。見ながら描いた。そうな、描けんの。かわいい、三浦ありがとうございます。続きましてあずゆいさん、かわいい、これ明日のゆいちゃん、架空のキャラですか。あすゆいちゃんで、あ、これあすゆいちゃんなんだ、そうなんだかわいい、黄色い服着とるありがとうございます。あすゆいさん、イラストレーターみたい、絵がうまい。ちょっと私の時と全然反応が違くてちょっと悲しくなって、これ後から見せるの嫌だな自分の絵。はい、じゃん、くまねパパさん、ありがとうございます。これは熊の父親、熊の父親、熊ねパパさん、ありがとうございます。ありがとう、かわいい、なんか癒しキャラって感じ続きまして、福太郎さん、かわいい、福郎名前を変えるのは失礼だね。うん、かっこたって書いた、うん、ありがとうございます。福太郎さん、ありがとうございます。色あるの、え、色あるのいい、何これ、なん蛍光ペン、うん、続きまして、元町さん、ありがとうございます。これはトマトですね、もとまと、もとまちさん、ありがとうございます。姉って言ってるありがとう、かわいい。続きまして、ニコちゃん、ニコちゃん、じゃん、ニコニコしとるうさぎありがとうございます、ニコニコ。センスがいい、え、ちょっと待って、私ちょっと本当に困りましたね。姉キュー生誕って
私の生誕ティーデザインしてほしい。そして最後が上万さん、上万さんありがとうございます。これは上のまんじゅうもみじまんじゅう上まん、ありがとうございます。上まん、見ながら書いたよ。もみじまんじゅう、うまい、めっちゃわかるもん。見ながらよ。え、でもうまくない？誰でも書ける。いや、じゃあ発想がいいよね。ありがとうございます、上万さん。ということでここまで姉キューが書いてくれました。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。来てくれてありがとうございますありがとうございます。ありがとう。まず歯がない。味があるといいね。お願いします。ありがとうございます。ありがとう姉キュー、ありがとうだって。こちらこそありがとうございました眠そう、眠い。ダルマハートありがとうございます。ちょっと待って、私タワーの俺別の日にしようかな。ちょっと明日にしようかな。自分が書いたやつ見て、これどう思う？見せたくなくなってきた。見せて。逆にすごい、こんなんか元気に羨ましい。それさ、ディスってない若干？すごい、これだってさ、オリジナルやろ。バカにしてんだかこれオリジナルじゃないもん、すごい。あと8分だよ。じゃあちょっと見せようかな。じゃあまずアルフォートさん、ありがとうございます。雪だるま、なんか私のさ絵見せたら大体 W がさめっちゃあるんですよね。アルフォートさんありがとうございます。これマフラーさせた。雪だるまってさ2段のイメージ3段のイメージ、詩の中では結構2段のイメージなんですよね。落ち着く、あやっぱり落ち着くでしょう。続きまして、おつかれさんありがとうございます。トゥ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 、かわいいでしょ。トナカイ、シカとトナカイって別物なんかいね。痩せてるんって言われた。東京のサマスありがとうございます。まあね、こっちにトナカイの分はこっちにあります。東京のスワンさんありがとうございますありがとう。ヒゲヒゲヒゲ。そしてラストはミッキーさんありがとうございます。これはこだわったよ、ちゃんとこの葉っぱの部分めっちゃ、え、すごい葉っぱの部分めっちゃこだわった。この鈴よりもこの葉っぱの部分めっちゃこだわったもん。ミッキーさんありがとうございます。ありがとう。色が欲しいな。確かになんか色つけるやつ持っとらん。いるね。
葉っぱだけうまい？なんで？チリンチリンって書いたのに、何かがチリンチリンじゃなくてチソンチソンって、そうじゃないです、リです、私の字が。マイキーはモノクロの、そんなことないよ。ありがとうございました。マネキュー、コメント見てる？コメント欄見とる？コメント欄見た？寝てない？いや、コメント欄見てるらしいですよ。たまごっちはお亡くなり。6歳。一日お世話忘れた。半日。半日？半日で？そうなんや。半日お世話せん、え、じゃあさ、毎日仕事場に持ってってやっとったってこと？まあなんか言われんの？それ、え、周りの人にさ、隠れてした。隠れてしよったん？お昼に隠れて。え、てかそんな触ってない、仕事中はしてないよ。うん、一応持ってった。大変です。ありがとうございます。かわいい、ありがとう。またさあ、こうやって一回刺してピッて抜いたらさ、新しく生まれるんじゃない、卵が。ほったらかしと。ほったらかすな。バイチャラポ、マネキおやすみって、バイバイ。切ない、なんかバイバイって。バイバイ、大丈夫。とトリーさん、シーサーさん、クマネパパさん、サンキュー青い鳥さん、あー大丈夫変わった。ノブさん、ナッツンさん、きなぺこさん、ゆずきちさん、太郎くんさん、もとまちさん、福太郎さん、東京のスワンさん、みやびさん、おっさんずさむさん、サンケおいとりさん、くまねパパさん、シーサーさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみスミス、また明日。明日は水曜日です。ありがとう。おやすみ。だね。姉貴はまたね。バイバーイ。バイバーイ。おやすみ。